どうも、ついちゃんことついのぞみです。はい、今回はですね、数日前にホワイトデーがあったんですけど、あのホワイトデーにタークに何がいいって言われて、タークに何がいいって言われて何でいいって言って、私がニトリ行きたいって言ったで、ニトリで私の欲しいものをたくさん買ってもらいました。はい、はい、ということで今年のターくんからいただいたホワイトデーのお返しというあのニトリの購入品紹介、買ってもらったもの紹介をしていきたいと思います。なのでぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。さあ、それでは早速いきたいと思います。まずメインが、ほんと一番最初私が欲しかったのが、じゃん、こちらの9点セット入ったフライパン。これジュージューです。さあ、ジュージュー、お鍋とフライパンセット、鍋とお皿とお蓋とこれとこれとこれとお皿と蓋です。そう、これね、9点入ってんの。蓋 と、 あの取っ手と、あとこれも、そう、取っ手とね、あとこれもこれも、お鍋とフライパンと、フライパンが26センチと20センチと入ってて、20センチのお鍋と18センチのお鍋が入ってんだって。これこしゃん、よっ、なんかね、あのフライパン、なんだ、やっぱ使ってると結構こびりついてきてね、あの底が剥げてきちゃったりしてたの。そうそうそう、取ってね。そうだからさ、ちょっと買い替えたいなって思って、今のもねもちろん使えるんだけど、プラスでちょっと買い足したいと思って、今回はこの9点セットのお鍋を買ってもらいました。はい、そうで、これのこっちこすごく見えない、こっち来て、そうそうそう、でこれの一番大きいフライパンが26センチのサイズなのね。はい、はい、じゃあこれこっちは持ってて、これ、はい、26センチのフライパンなんだけど、さらに私的にもう一個大きいのが欲しいなって思って、はい、28センチのフライパンも買ってもらいました。はい、ちなみにですね、はい、2つ買ってもらいました。2つ買ってもらいました。落とさないでね、愛を落としたら痛いよ。そう、2つね、28センチのフライパン2つ、2つ買ってもらいました。はい、そしてあとはこれね、取っ手が取れる卵焼き器、卵を焼く、卵焼きを焼くフライパンも買ってもらいました。やばいね、パチパチ、やばいね、パチパチ。はい、そして次こちらの、はい、ちょっとちっちゃいお鍋を買ってもらいました。ちっちゃいです14センチの、なんかこう、何、ソースとかそういうちょっと何か作るときように、ちっちゃいフライパンって意外と私持ってなくて、そう、お母さんちょっとそこ邪魔なんですよ、見えないんですよ、こっちに、こっちから、こっちから、そう、そう、ちっちゃいフライパンって持ってないなって思って、はい、これもね、さっとカゴに入れました。これ納得できなかったです。はい、難しいやつですね。はい、これパパがいないとできないです。そうです、こちらはね、パパがいないと作れないやつですね。そう、でもこれもこれもこれも、はい、うん、これもちっちゃいね、これね、ブロックね、行かないと作れないです。そうですね、じゃあパパが帰ってきてから作りましょう。はい、はい、じゃあ次行きます。はい、次は、次は
はい、そして次はじゃん、こちらのカーテン、カーテンブランっていうなんかこうちょっとした小窓につけるカーテンを2つと40から70の突っ張り棒2つはい買ってもらいました。はい、そして次はパシャン行っちゃうよ。はい、こちらです。こちらのピローパッド、枕カバーですね。白の枕カバーなんだけど、今うちが使ってるやつが冬用の枕カバーなので、開けました。ちょっとこれは夏に向けての、開けました。綺麗です。綺麗です、本当ですね。これも綺麗です。全部綺麗だよ。ここはこれあれじゃない、蓋がある、蓋のここの丸いポッチがあるんだよ、探して。そう、これはね、あの夏用ひんやり系のパッドをとりあえず4つ、はい、4つ買ってもらいました。やばいですね、なんかちょっと買ってもらいました、買ってもらいましたって言い続けるとすごいまま罪悪感出てくるんだけど。お鍋ね、いいね、鍋の素材いいよ。はい、そして次はじゃん、こちらの手巻き寿司セットの、これなんだっけ、このなんていうんだっけ、この巻き酢じゃなくて桶、寿司桶ね。これね、前に使ってたんだけど外で乾かしてて、それを忘れて雨が降ってこれが濡れちゃったまま、ずっと濡れちゃってカビが生えてダメになったっていう話があって、そう、欲しいなって思ってたんだけどなんか買う機会なくて、ちょうどねニトリに行ったら売ってたので、はい、また購入しました。そして次、はい、そして次はじゃん、こちらのヒノキのまな板の大きいサイズのまな板を買いました、買ってもらいました。まな板なんかさ、普通の私が今使ってるグレーのまな板もニトリのまな板なんだけど、あれもすごい使いやすいの。ただなんか包丁がこの木に当たる音が好きで、これもそう、なんか木も一個欲しいなって思って、さあフライパンの蓋、そう、このヒノキタイプのまな板も買ってもらいました。はい、そして次ってか、まあ割ともう最後なんだけど、あとはノアの部屋のカーテンを買ってもらいました。これはね、ノアが白がいいって言ってて、ちょっとモコモコした感じの柄が入ってるんだけど、これはちょっと後日お見せできたらいいかなって思います。で、あとはレース、中につけるレースを買ってもらいました。はい、こんな感じ。あとね、そう、カーテンね、2個ずつ、なんか大きい窓とちっちゃい窓があるから、大きい窓とちっちゃい鍋になっちゃう。どうやってつけるの？これはこうやって、こうやって、ここで、ここをさ、ここ。つけて。で、ここを、こっちに。そうもっとカチッ。もっと、思いっきり。頑張れ。できた。ほら。できました。かっこいいじゃん、これ。フライパン。かっこいいね。これ蓋だよ、蓋。あ、すごい、ちゃんと。あとこれも。蓋が隙間なく止まるやつだ。すごいね。これまたこうやって作ってよ。できた。やばいです。やばいです、ここがやばくなっております。まあ一回ね洗って使うので
まあいいでしょう。よいしょ。硬い。硬いね。そして、はい。はい、そうそう。ノアの部屋の大きい窓用とちっちゃい窓用の2種類のサイズのカーテンを買ってもらいました。そして次、最後だね、これは。よいしょ。はい、そして最後は、じゃん。こちらのインテリアに馴染む木目調デザインの、なんていうの？物干し？物干しです。物干しなんだけど、なんかね、黒と茶色の木目調のデザインのちょっとなんか大人っぽいダークな感じっていうの、ちょっと暗い感じの、私が今まであまり選ばなかったカラーなのかもしれないんですけど、ちょっとこれがおしゃれだなと思って買いました。これをね、ちょっと洗濯、最近さ、まあ、天気も良くなってきたし、はい、たこ焼きです。はい、これね、たこ焼きね、おばあちゃんが送ってくれたね、大きいたこ焼き作れるやつね。これはニトリじゃないですね。あちいです。そう、あちいです。触ったらバチバチです。そうです。そう、これ何言ってたっけね。そう、最近あったかくなってきて、冬場は割と部屋干ししてたんだけど、これ石です。そう、もう気温が暖かくなってくるとやっぱ外に干したいなって思ってくるのよ。はい、そうなので、はい、外に干せるようにおしゃれな物干しを買ってもらいました。はい、はい、こんな感じですかね。はい、めっちゃなんか本当に買ってもらった、はい、買ってもらってって言うとすごいなんか罪悪感出てくるんですけど、はい、今回この、 あの私のホワイトデーっていう名の、はい、はいはい、たくんからのプレゼントはですね、合計4万円ぐらいね、いってしまいました。はい、あ、こういうのは本当自分で買おうって思ってたの。はい、そう、そしたら私がたくんの後ろにこれを持ってこうやって並んでたら、いやもうそれも出しねえよって言ってくれたので、はい、本当になんつって、そうそう、はい、カートに入れさせてもらいました。はい、はいはいはい、こんな感じで、まあ、ニトリは結構本当によく行くし、ちょ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 、待って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 、待っててよ。そう、ニトリはね、結構本当たくさん行くんだけど、やっぱり買ってもらうっていうことがあったので、はい、今回枕カバーだけを買ったりとかしてたの、はいはい、でも本当は敷きパッドとかも欲しかったのね、はいはい、でもさすがにさ、もうここまで買っちゃったから、さすがに次次回行った時に他のね、はいはい、アイテム、気になったアイテムとかを追加していきたいなって思ってるので、はいはい、またこの動画が好評であればニトリの購入品パート2っていうのもやっていこうかなと思います。はい、はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、私はブログとインスタ、そして TikTok、 そしてアンジュシャルム、パセリ、パセリイニュンやってますので、はい、はい、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。